本当に残念です。高尚能の中で生きる苦しみというのは実際に生きた人じゃないと、生きている人じゃないと分かんないんじゃないかなって思うんですね。今回の雪で通常は今年3年まで 0.23 なんですが 0.04 です。全部雪がねこう押さえつけてくれたんだと私は思ってるんですけど、こうなの見たことないです。でも昨日からでも少しずつね上がってきました。あやっぱりなっていうふうな思いで、あと氷つくと下がるんですよね、やっぱりね強度が凍るとね抑えられて、だからその時だけ喜んでじゃなくて大体こう見ながら生きるっていう生活を常にしております。その他まだ省略します。とにかく苦しみの中で生きるということを理解していただくのにはどのように語ればいいのだろうかっていうふうに常日頃思うんですが、大変難しいことだと思っています。それから東電と国に対する思いも話してみればということで、アドバイスいただきましたけど、日本の大企業としての社会的責任の欠如には呆れて物が言えない、物が言えないから黙ってるわけにはいかない、あの対応、避難している人々への向き合い方、何か言っても本当に鍛えられてますよ。アメリカの軍隊がいろいろこう暴言を吐く練習をして、これにも動じない訓練してますよね、アメリカの軍隊は。それと同じですよ。何言ってもすみません、すみませんの繰り返しです。のれに腕押しです。よく鍛えられてるなっていうふうに思います。そしてその一方でトップの不遜な態度にはものも言えないですね。そして問答集まで作って国会でねそれをやらせるという、で賛成議員、議員さんたちへの支援をまた開始している、また村の復活ではないだろうかというふうに、日本という国はどういうことなんだろうな。まあいつも私思うのは、あの戦後の責任というか、イタリアとドイツがね即脱原発と言ったら、日本だけどうして脱原発じゃなくてね、即とは言いませんけれども再稼働を宣言する、輸出を言うという国等は、要するに戦争責任の追及がどっかで欠落してたのかなというふうにつくづく思いながら生きております。国がやったこの国策として進めたエネルギー政策に対しての反省が全然見られない、感じられない、それを許してきたのかなというふうに自分も含めてですけど思う時があっていかんともしがたい無念さを抱いております。で犠牲を強いられている避難者へのもんばかりなんていうのは全然感じませんよね。国会答弁も議員さんたちもただただちょっと来て行ってきましたみたいな、不勉強、首相をはじめ環境大臣の石原もちろんですが、まあ、復興大臣は福島ですからあんまりね言って常に言ってるんですが、福島の県の中ではなんであんたがその復興大臣になったか考えろとかってハガキをね書いて送ってるんですが、まあそれはのれんに言ってほしいですけど、その国会議員は言えないんでしょうね。パーティーの件は買ってもらってる、そして詭弁を浪することに長けているという、その情けない態度で、何よりもこのオリンピックをそんなに誘致したかったんだろう、高性能はフェイスガードされているなんて嘘までついてオリンピックを呼ぶっていうことは、やっぱり原発事故を隠したいがゆえだろうというふうに私は思っております。それもまあどっかで国民が許しているのかなっていうふうに心の隅で思ってます。でとにかく東電も国も双方で言い続けた事故は起きないですからね、もうずっと双葉郡の住民たちは事故は起きないって言い続けたのを聞いてるわけですから、でも事故が起きても先ほど先生も話あったし他の方々からも出ましたが反省は感じられません。会長さんちょっと来てよ、ちょっと私は都知事選をですね、
私は細川派で、カイドさんは宇都宮派で戦いましたが、このように二人は仲良くしておりますのでどうぞご安心くださいませ、もうノーサイドでございまして、今まで戦ってきたように、もしくは今まで戦ってきた以上に、私とカイドは仲良く力を合わせて頑張りますんで、どうぞご安心ください。昨日選挙の総括を見る会談やったから、岩波の世界にね、僕とカイドさんのね、対談が出ましたので、それから